レー大好き。日本のカレーの歴史は江戸時代末期にインドから伝わりました。そしてね、まあ、そのカレーは今全国津々浦々に分派していますね。ご当地カレー、ご当地カレーいろんなご当地カレーがあります、いや俺ね、はい、もうレトルトカレーめちゃくちゃ食うよね。ふー、ああいうカレー、ああいうカレー、ご当地カレーというのが誕生しました。そこでね、私は知りたい、どこのカレーが一番美味しいかではなく今回の企画は全国47都道府県のカレー全部混ぜたらどんな味なのか。つまりこういう理論ですよ。でカレーがまず2本伝わりました、はい、広がりました、はい、だけど、はい、その分派したやつを全部混ぜたら当時のカレーの味が再現できるんじゃないですか。頭悪いマジで。でも47都道府県のカレーなんかなくないですか。今ここ大阪なのに油かだわめっちゃ飛んだよ。今爆発したぐらい飛んだはい、ということでね、これはね、なんかあのサイトでね、全国セットみたいなのがあって1300年カレーまあ、これだろ、祖先。いやこれだろ、1300年カレー、これあかんくない。おいおい、書いてあるぞ。東大寺の大仏海岸供養でも招かれたインド僧なんちゃらが薬膳カレーを振る舞っていたとすると、家庭すんなお前。すると日本でカレーを食べたのはそならぬ人たち。家庭方法にやめろお前。1300年カレーはそんな想像を膨らませる。想像言うな。当時の素材で作った創作薬膳カレーですって。はい、という感じでという感じでね、47都道府県のねカレー集めました。すごっ。まあ一旦ね、全部いきなり混ぜるのちょっと薄いやと思ったんで、はい、まあ、自分の思うカレーデッキというものをね一旦ちょっと作りましょうと思いまして、手札3枚でパンパンパンっていって、それを混ぜやつがまず一旦誰が一番うまく混ぜやつを作れるかっていうのね。あ、まずそれやる。まずそれやりましょう。どうしよう、3つ ?3 つです。私、じゃあそれいいですか、デッキ紹介。はい。私のデッキは、ふるさとデッキ。ふるさとデッキ。まあ、私はこれでできてるし、実はこれ。あ、じゃあお前の血それないや。そうじゃあお前が死んだら、あの、湯カレーした方がいいってことだ。そうあの、いい感じに出しとれる。輸血じゃなくて湯カレー。湯カレー私のデッキは、一つが阿波踊りカレー。押してくな、阿波踊りカレー。押してくな。ほぼ私の血なんで、はい、次が、淡路島の玉ねぎカレー。へぇー、なぜ淡路島通らないと。ああ、なるほどね。帰省ルート、帰省ルート構築と、長野の焼きカレー。なんで焼き要素いるかなって。焼き要素いるかな。はい、なるほどなるほど。これはちょっとじゃあちょっと共通点考えながら聞いてほしい。あ、なるほど。はい、まず一つ目、はい、で山口県福カレー。福ですね。あ、オッケーオッケー。なるほど。二つ目、で広島県牡蠣カレー。おお。で三つ目、で島根県サザエカレー。さあこれは何デッキでしょう。いや、海鮮じゃない。正解、海鮮。海産物デッキで揃えたら、なんとあの中国地方ボーナスも発動した。中国地方ボーナスも発動し、なんとさらに、はい、こうすると何かが見えてきませんか。色の三原色になって、色の三原色になって、色の三原色になっていて、真ん中がちゃんと黒になると。ここ、おお。じゃあね、まあ、早速じゃあもうね、まあ、混ぜて作っていきたいと思います。はーい、よし、じゃんできた。じゃあ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 、じゃあまずじゃあ住んだやつがいくか。はい、よし、じゃあいただきます。いただきます。なるほど、豚ですね。うん、おいしい。だってさ、お前が混ぜたやつさ、具材がおもろいもん一個もなくない。そう、うん、それは普通のカレーだよ。確かに。じゃあ次、じゃあ僕のやつを。はい、お願いします。俺あれやな、カキが入るから嫌い。カキ嫌い。カキもね、サザエも嫌い。怖い、じゃあ勝ち目ないやん。めっちゃ海鮮の匂いします。ああ、確かに。いや、分かる。ほんまや。うおぉ。めっちゃ海の味するやん。すげえ。全然ちゃうね、マジで。ほんまにちゃうね。これ全部混ぜたらこれが勝ちとやな。確かに。っていう味がする。ということで、はい。私の。じゃあ、いただきまーす。おっと、これは、ああ、なるほどね。玉ねぎじゃない、これ。玉ねぎの甘みかな。初手、めっちゃ甘いな。うん。全然違うよ。全然ちゃうすぎて、あのね、ビビる。はい、それでは、一番美味しかったのは、どれですか。せーの、ドゥン。おー、辛いやつ。いや、俺はな、海鮮の味強すぎた。な、これはもう、これは逆に、海鮮が美味しかった。確かに。という感じで、早速じゃあ、
作っていきたいと思うので、ここにコンロが現れます。せーの、積分サークル。さあ、ここから本番。そっから本番ですよ。ここから本番のやばすぎん。まあ早速ね、まあ、混ぜていくわけですけども、量に関してはこの黒い線でいきます。はい、というわけで、じゃあ早速いきましょう。はい、じゃあ1個目はじゃあもうこのカキカレーの残りを使います。はーい、カキカレーの残りを使います。カキ入れたいね、ちゃんと。縛りとしては具材は入れるという。そうね、具材を入れるという縛りによってね、味を向上させる。いや、呪術返せなかった。やばい、これ縛りないかも。あっ、てってでー。次、島根サザエカレーです。山口フグカレー、サナギカレーです。何ですかこれ。大鳥カレーです。信州の焼きカレー、またのナイルカレー、横須賀海軍カレーです。大阪自由県黒ラベル。はい、ではここからもう未知の領域ですよ。宮城県牛タンカレー、秋田県ひなえち鶏カレー、新潟県磯六カレー、鹿児島県豚骨冷蔵庫黒島キャラカレー、埼玉県北本豪華カレー、愛媛県ビーフカレー。次、ダン、レタスカレー。え、あの落花生もあるって。確かに千葉でしょ。レタスと落花生と豚。普通に美味しい。ええー、あ、でも香り全然違う。めっちゃ落花生匂いする。お前、いや一食よ一食。はい、味が全然違う。うわ、すげえこれ。カレーじゃねえ、うん、マジで。なんかスープみたいな。カレーを超えてきた。1300年カレー。ちょっとおもろい匂いする。あ、ほん、え、全然違うな。うわん。うわ、カレーじゃねえってこれ。これは違うな。なんじゃこれ。カレー粉入れ忘れてます、これ。いや、ほんまそうだ。カレーの味がね、1000。その頃なかった玉ねぎやトマトの香り、ナスや椎茸で旨味を。確かに、あれだってあれやもんな。南米から来てるもん、トマト。愛知県の牛すじどてカレー、福島の地鶏カレー、和歌山県の信濃だしカレーです。滋賀の近江牛カレー、香川県のオリーブ豚ポークカレー、岐阜県半熟トマトのカレーです。次、日本一辛い黄金一味仕込み。いやー、これはね、食いたいか食いたくないか言うと、食いたくないけど食べます。有名じゃない、唐辛子でって書いてます。その楽しみ有名じゃん。いただきます。おお、辛っ。うん、辛い辛い、なるほどね。うわー、なるほどね。あーあー、そんな辛いんですか。なるほどね。やばいやばい。うん、辛いね。あ、半分超えたい、はい、そうだね、峠超えました。はい、峠超えたカレー、こんな感じでございます。あ、匂いだいぶ変わりますね、これ。マジ。あー、でも海鮮死んだ。あれ1個入ってないもんね。お前ほんまに海鮮ばっか選んだよね、あれ。そうよ。大分県キノコカレー、鳥取県チキンカレー、茨城県ビシフカレー。次いきまーす。おさかうしと分担のカレー。おー、ほんと？あの、柑橘系。えぇー、でかいみかんみたいな。そう、うん、これ、お、え、これすごいじゃん。コクが段違う、マジで。これすごいじゃん。これすごいよ、美味しい。ちゃんと柑橘の線。そう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 、なんかそう、後味レベルでいい感じになってる。美味しいです、これ。これね、うまい、うまいね。はい、次来ました。海藻庫岡山、白豚ピオネカレー。いやー、出たー。入ったの、これ、具として。いや、一緒に煮込んだ。あー、なるほど。じゃあこれ、まあ、カニピリアです。でもさ、これがどんぐらい甘いかで、こう、確かにな、これからのフルーツカレーのあれが変わるな。おお、桃いる。ほんまや、桃いるわ。え、もろ、全然米と一緒に食べたくない。うん、まあそうか、なんかです。まあパンとかやったら食い気がする。沖縄ボンカレー。違うやろ。静岡県野菜がいっぱいです。群馬県トントンの町カレー。熊本のトマトカレー。次、どん、桃農家のきゃー、桃カレー。次こそな、俺は桃8分の1カットが入ってるの信じてる。いや、入ってる。あっ、じゃあ、おいしい。参りまーす。うわ、冷たい。桃、入りまーす。これは岡山に勝ってるのではないでしょうか。うわっ、出た。ケチャップ大事するんやけど。そう、なんかね、なんかカレー感はないな、これ。トマトも好きやな。うん、林はいいっす。でも、桃はマジで桃。じゃあ、桃はそれずるくない、グイだろ。それは桃よ。佐賀県の佐賀牛ひき肉カレー、福井県里芋カレーです。イエス。佐賀県の薬膳ビーフカレー、三重県の伊賀忍者カレー、北海道の白いカレー、ちゃんと白い、岩手県のカレー亭のキーマカレー、石川県の金沢カレーです、宮崎県のトマトカレー、長崎県の豚角煮カレー、青森県のリンゴカレー、はい、さあ次、ドーン、
これちょっと俺気になってるんですよね。何ですか？すみちゃんカレー。出たー、特許。給食として、うん、なんか有名みたいな。これうわ、こんにゃく入ってる。ごぼう油揚げ入ってるやん。いや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 、すごい味。でもこれも出汁すごくね。それを言うとしたら今何これ給食でこれで出るの。まあいいと思うな。これは美味しい。え、じゃあ墨田区の子はこれをカレーだと思って言う。いや、いや大きくなるってこと。いや、墨ちゃんカレーとカレーは別やん。なるほどね。うん、だったら俺はいる。え、じゃあカレーの日と墨ちゃんカレーの日があるってこと。そう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 、墨田区の小学校。そうそう、めっちゃ出汁、なんかうん、なんかね、けんちん汁で作った後に入れたカレーをこう。ああさあ次ドン、大本命大阪の道のカレー。あー、これはちょっと新鮮のコップで食うからせっかくやった。うわ、酸味すごいすごいすごい、これすごいわ。いただきます。うわやばい、これこれいちごジャム、いやこれあの、そう、いちごジャム混入、僕は好きじゃないかな。まあ、いや今までちゃんと地雷やったらこれ。でも美味しいかもしれない、私は。マジ？いちご好きやからだ。いや、僕もいちご好きやで。これ食べれますね。最後はこちら、でラ・フランスカレー。いや知ってた、これは知ってた。いやこれ食べたい、イチゴに次ぐ地雷ではありました、実は。さあ、今やばいな、できますか。ラが入りますラが入ります、ラが入ります、ラが入ります。あ、これ2位から始まる人参だわ。あぶねー、2位から始まる人参だった。普通のやつだった。いや大丈夫でしょ。なるほどね。あ、でもトマトって言われても分からんだ、これ許容できるフルーティー。いや美味しいですね。美味しい。なるほど、うん、これで47か。いやー、でこれか。いやー、うわー、怖い。相変わらずでございません。怖い。いやー、もろいな。まあなかなかね、あの僕らは47都府県カレー食えて、そう美味しかったです。俺の一押しは分担カレー。確かにあれもかな、あれはちょっと割と格別にうまかった。確かに私はイチゴが意外と、私はいけたっていう。なるほどね。意外といける。まあまあまあ、そういう人もおると。一番おもろかったのは給食のカレーがおもろかったです。ああ、ふみちゃんあれ結構あれ結構あれはね、味のインパクトは強かった。育ってたよ、なかなか。で、これでもどうする。まあ今食う俺らと思ったんですけど、明日ね、ピロさん、マガ、サレの3人が来て、まあそのね、6人でね、ちゃんとこのカレーの味を表現したいと思います。明日の昼ご飯、そうですね、これにすればいいじゃん。じゃあまた明日お会いしましょう。さらば。はい、ということでね、今日来てくださった2人と共にね、食べていこうと思います。はい、はい、いただきます。いただきます。いや、普通にいい匂いするよ。絶対美味しいやん。ただのカレーね。いただきます。やば、お、どうしたらいいんやろ。カレーないけど。いや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 、そんなことない。そんなことないよ。そんなことないよ。いろんなものを混ぜて、そんな普通のカレーになるわけないやん。ね、そんなことないですよね。どうするね。いや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 、でも味に深みがありそう、やっぱり。ありありそう。いやでもほんまに甘口のボンカレーじゃない。いや、でも、え、後に深さありません？結構確かに後に引く辛さはまあないことある。ちょっとピリッとした感じ。そう京都の日本一辛いなんか唐辛子を使ったカレーみたいな感じ。あれマジで辛かったよ。ほんまにあれ湯辛かった湯辛かった。でもさ、もともとのカレーはさ、ザ・カレーって感じだった。いや、ザ・カレーは3種類ぐらいしかなくなった。あ、そうなんや。でもほんまにこういう感じのカレーはあんまなかったよ。これが日本、これが日本代表って言われても、おー、なるほど。あー、なるなる、わかるわかる。日本の平均的カレーではあるよ、確かに。はい、ということでどうですか、結論としてはどうでした、このカレーは。どういうカレーでした、一回。これはでも日本のカレーです。日本カレー。え、日本代表カレー。え、シソカレーではない。シソではない。今の日本を代表するカレーだったら、まあトリビアの種的に言うと、47都道府県のカレーを全て混ぜると日本のカレーになる。だろうな。感じでね、まあ、なかなか
まあ面白い結果にね。いや、おもろいね。あの、修学旅行とかで。キャンプとかでさ、みんなでわーって混ぜて、そうそうそう、各々推しカレーをね、混ぜて、そうしたら普通のレトルトカレーで絶対コク出るんで、やっぱりおもろいと思う。そういうのおもろいと思います。という感じで今回の動画はこれまでです。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。みんなに混ぜようかな。次回ご当地マスコットでお会いしましょう。で